皆様こんにちは、やまいもです。本日はワールドネバーランドエルネア王国の日々を横画面でやっていこうと思います。強制横画面アプリがございまして、スマホやタブレットを強制的に横画面にすることができるアプリを入れますと、このように、いつもと違った感じで楽しむことができます。ですが、ワールドネバーランドというゲーム、こちらエルネア王国のゲームは横画面ではなく縦画面でするゲームとなっておりますので、横画面だとちょっと画面の見てはいけないところが見えてしまうんですね。なので本当はあんまりしないでいただきたいですけども、私今日なぜこの画面でやるのかと申しますと、今日はムービーが入るんですね。ちっちゃくて押しにくいですね、カレンダー、本日昼の英国から魔女司会ホールに行って、選挙もあって、評議会長選挙も明日もあるし、忙しいんですよね。でここ全部ムービーを横画面で行きたいと思います。で、レントン君、ちょっと分かりません、ちっちゃくて分からないかもしれないですが、髪が黒くなっちゃいましたね、染められちゃいました久しぶりにね染められちゃった、どうしようかな、服変えたい。ちょっと服がないからくじ引きで、そうくじ引きで思い出した、インテリアの新しいくじがねできましたね。そちらの方まだちょっとチケットは持ってないのですが、これからどんどんね何かイベントとかでももらえるのかもしれません。ちょっと一気に引くのもあれな、ちょっといっぱい溜まってるんだけど、ちょっと特別優待クーポンとりあえず2回ぐらい引きたいなと思う。服が出るまでね引いて。あ、横画面だとこんな感じなんですね。あ、来た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 、いいやつ出た、淡い色の着物。ちょっと待って、これ着ていこう。ありがとうございます、あざーす。もう一個でいい、これで。ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、変わったよ。ちょっと待って、服を着替えたいんだ。じゃあちょっと待って、押しにくいんだよね横画面。おはよう、どうしたの、アンデル。ごめんね、ちょっと今日忙しいんだ。悪いけどごめんね。さっき着替えたいの。服をゲットした、着替えたい。あ、みんなプルルと喋ってるね。ここにレントンがいると、プルルが若い子たちと友達になれるね。あ、そういうのいいかもね。ございました。ちょ、見えないな。あ、で、ちょっとお見せしたいものがございます。キャラクター。詳細、はい、後ろ、じゃ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 ん。やっと1個だけゲットできました。もう1個だけです。あー、もう苦労しました。よし、じゃあこれでもう言ってる間に、 あ、待って待って待って、アイテム今日さ忘れないうちに香水を、選挙前だけど、はい、香水を何でもいい使っておきます。 OK、 これで、あ、始まりますね。よし、では横画面での魔女司会の仕事納めですね、行きましょう。かっこいい、一人浮いてる一人浮いてるよ、かっこいい。まずは、はい、はい、乾杯でございます。字がちっちゃいな、これやっぱりね縦画面でするべきですねはい、行き渡ってますか。かっこいいな、レントン。イケメンだよ。どこの働きぶりに。乾杯！かっこいいですね。ちょっと一枚いただきましょうか。あ、終わっちゃった。はい、ここでお写真ね。はい。段差、この、そう、入れ替えがあるんですよね。多分選ばれてると思うんだけどな。そうか、それ代表委員会出席ね。はい。ね、お疲れ様でした。4人の中から選ぶんだっけ？この前3人じゃなかった？ 1 人亡くなってたのかな。ちょっと待って、確認確認確認情報ランキング、あ、よかった、2位だ。あぶんな、ロシンダさんすごいな。今回ベアトリスさんが下がったんね、よかった。あ、イムトンだ、今度元気なでよう。うちのバナナすぐお腹減ったってやってくるんですよね。で、夕方の一刻だけ飛ばせるかな？よいしょ。王国情報。王国情報。カレンダー。
夕方の異国なんで、このまま飛ばすボタンを押します。スキップです。スキップゲージ OK。 はい、参りましょう。はい、参加このままいたします。おおリーローくんが来てます。変な声出ちゃった。一人浮いてるもんね、かなり。はい、どうしよう、来ませんけど、どうしようなりたいです。はい、候補者の方々を紹介します。はい、うちのレントンです。かっこいいです。はい、お写真いただきました。いいね、この服当たってよかった。はい、オーガスタさん、ベアトリスさん、ルシンダさん。はい、行きますよ。はい、誰がいいですか皆さん。はい、押してくださいね。探索ポイント高い方に。はい、それでは自分に入れなきゃね。一番上だよね。みんな結構年上なんですね。はい、レントンラールに投票します。投票お願いします。皆様お願いします。はい、お済みです。初期以下。はい、決まりました、レントンです。仕事頑張りましたもん。はい、レントンラールさんに決まりました。ありがとうございます。ご期待に添えるように、尽力いたします。はい、頑張ります。はい、以上で、選挙終わります。よし、やったね。でもここに住めないんだよね。ここに住めないの。あ、バナナいる。その服どうしたのだって。ゲットしたの。僕ゲットしたの、あれで。ありがとう。あ、ジェイドがいる。ジェイド久しぶりだな。あ、そう、お洋服変わったのよ。今度、オンちゃんもね、子供用の着物当たるといいね。寒いよね、ギルドラウト君ね。お願いがある。何のお願い。薬草な。あげたくないからな。トピンソーね、ダメな。レイジョどうしたの。 ありがとう。みんな褒めてくれるね。何してるの、何しようかな。ダニエラかわいい。普通にかわいいわ、この子。ねえ。飛ばしたからね。会話ダッシュがすごいんだよね。ね、閉じる。なんで開いた、なんで開いた。次は誰だ。あ、違う。何持ってるの。ナゴンのミランダ、そっか。あれ、動かない。バナナ用事があったんじゃないの、違うんだね。え、で、このまま、あ、腹が減ったんだね、やっぱりね。お腹減って何かあげなきゃいけない。これ、おしゃれじゃなくて、すべてにして。食べ物。なんでもいいわ。バナナ、あ、髪染めたの、染められちゃったの、染めてって言われたから。うん。ありがとう、褒めてくれて。色白でね、髪くるから。今日も寒いね。ありがとう。めっちゃ友達いるじゃん、レントン。よかったね。もうなんか乗り移った時、モカちゃんからレントンになった時は誰も喋ってくれないからさ、すっごい寂しかったんだよな。ジェイド喋った。ジェイド、ジェイド元気。ジェイドに彼氏ができたらどうしよう。世間話をしようね。早く暖かくなるといいね。よし、あ、ちょっとついでに。え、妹は何してたの、ずっとね。これいいね、浴衣。結構横画面のこの部屋も怖いな。なんかこれが多分作っとかなきゃいけない。よいしょ。全然進んでないんだよな。よいしょ。あっち5個ぐらい。あ、3個しか作れ。結構頑張ったんだけど、でも今のリュックなかなか大変でしたね。でインテリアもさ、あのアンバーとかでも買えるってなってましたよね。よいしょ。とりあえず500円ゲットしとこう。よし。なんかどっかにあったと、薬草なかったっけ。まあいいや、後でしよう。画面がちっちゃくてもう目が見えない。で、明日ではね、王国情報カレンダーで、明日評議会があるか、そちらの方にね、参加するので、家に帰って寝ましょう。閉じるボタンが超押しにくい。自宅行こう、自宅。オッケー、レッツゴー。はい、着きましたね。プルルちゃんもいるね。まあ、何にも植えてないんで、なんか植えようかな。まあ、いっか。とりあえず、ね、寝て、飛ばして寝よう。ガンガン飛ばそう。いつはね、もう探索行かなきゃいけないから飛ばせないんですよ。もうランクが下がっちゃう。寒いね。これもう一年頑張らないといけないかな。
カレンダーで来年って白夜じゃない？来年白夜じゃないのか。じゃあ来年はそこそこ頑張って4位以内に入って、4位以内に入ろう、うん、でそれでバグウェルと戦いたい。お小遣いね、欲しいんだね。あげるよ。あげたいのにボタンが横画面やっぱ難しい。報告明日にして、ごめんなさい。ごめんね、息子に怒られちゃった。お父さん帰ってこないの、おじいちゃん。まあいっか、まあいっか。だってさあ選挙だ、選挙。議長になりたいんだよ。議長になったことないから。今何が起きた、見てなかったね。今頑張りましょう。よし、ホモスいいです、今日いいです、いい家です。あ、帰ってる。何あれ、おじいちゃんだ、素敵だね。あ、モカちゃん、花か。あ、モカちゃん、モカちゃん花冠につけたけどさ、意味ないね。いいねもさ、王冠外さないもんね。え、試合行くの？今付き合うよ。こんな格好だけどいいかな。ご飯食べたかったんだけどな。ここでやるんだ。練習日ぐらい払うよ。え、初めて夫婦で試合かも。わ、すごい夫婦喧嘩だねこれ。でも多分レントの圧勝だと思うけど。いや本気にしない方がいい。全部4ぐらいにしようか。一瞬で勝ってしまった。いやー、いい経験だね。でももう一回家に帰ってご飯食べよう。いやー、オロちゃんと試合ができるなんて。はい、着きましたね。じゃあご飯食べます。よいしょ、座る。料理を待って、バナナ。バナナ結構帰ってくるな。虫ガードでも使おうかな。いただきます。よし、黒髪目立つな。食事にします。いただきます。ここら辺の壁に飾るのはこのムービーの時に映るから、やっぱいいの置きたいね。この大事だよね。あ、でもこれか、ちっちゃい画面だと映らないのか。どうだろう来年持ち越しだ。あ、これいいなぁ、すごいいいわ。家が広いからいいね。早くプルルも座ってほしい。おじいちゃん長生きしてほしいな。あと3年ぐらい生きててほしい。めっちゃいる、おじいちゃん。おじいちゃん今年持ちのお宝。あ、ちょっと待って、30日ってことだよね。ちょっと待って、こういう関係の家族、モカちゃん熟年って、もしかして、ああ、モカちゃん、モカちゃんがおばあちゃんってことは、ニーノくんもさ、ちょっと待って、見たいんだけど、ニーノくんの手段が見たいんだけど。そっか、家に帰らないと見れないんだ。そうか、で夜中に見たら、あれなのか、待って、グレイゴ何歳だっけ。まだ14歳か。モカちゃん、ばあちゃんだな。もうでもずっと、蝶とこのかぼちゃはね、その時のもう持ってってほしいよ。ずっとこのままでいい。いやー、何した今。よし、なんで何してんの、どこで。用事かな、僕に用事かな。でもオロロかな。あ、オロロちゃんだったっぽい。何してるの、何しようかな。そうだね、聞いてみるよ。アンデルはグイグイ来てくれるよね。はじめは全然だったのにね。じゃあここで時間を飛ばして、会議の方に行く前に。危ない、香水だこれ。なんか高級なやつ、こうウィブの香り。これちょっと使ってみようと思います。高いやつでしょこれね。高いやつをちょっと使ってみました。キャラバン商店で交換するやつだよね。これなら多分今回いけると思います。ダメかな、でもすごい霧がすごいね。さあ、あ、広いね、ここも。
さあどんな会議で会議が開かれるのでしょうか。私も議長になりたいんですよ。では参ります。飛ばします。えい、頑張れー、連動頑張るんだ。はい、選挙。あ、ドキドキすんな。やばい、妻と親父が、お父さんがここにいるってね、すごいな。ほぼ親族じゃ。ここでお母さんいないよね、ここに。お集めいただきありがとうございます。来年の評議会議長を決めたと思います。はい、改めて候補者の方々、やっぱアニエジさん強かったんだな。じゃあモカさんじゃないんだね、アニエジさん。ブルノさん、プラマーって誰だっけ。ブルプラマーさん来ました。うちのレンドンでございます。お写真いただきましょう。はい、エメリナさん、アンデュアルさん。それぞれ議長にそう欲しいと思われる方に投票お願いします。ニーノ君も入れてよ。オロロちゃんも入れてよ。当たり前、自分に入れるに決まってんじゃん。レントン。香水がこれで効くかどうかだよね。投票。お願いします、神様、お願いします。はい、投票の結果お願いいたします。議長は？うわー、アニエーゼさん、強し。アニエーゼ強しだね。マジか。別の方誰だろう。またモカちゃんかな。ちょっと確認しに行こう。ダメだったね。これ何でだ、やっぱり探索ポイントかな。ちょっと見てみよう、アニエジさんの今のスペック。わあ、パパとオロロちゃん、なんか自分よりお二人がさ一緒にいる時間が長い気がするな。やきもち焼いちゃうよね。あ、強えわ。すごくお強くていらっしゃる。お金もえらいことになってますね。有頂天。で？でも仕事ポイントは私の方が高いよね。探索ポイントもさ、7000とかでいいの？もう魔獣しかえらいことになってますよ。2万とかいかなきゃダメなんだよ。ほんと羨ましい。なんでなんだろうね。ミッションって何？あ、モフゲね。モフゲあげるよ、アンジェリー。友達になろう。議長だもんね。いや、議長っていう響きはかっこいいよね。スターウォーズとかでもかなりかっこいいもんね。はい、オロロちゃん。あ、パパ行っちゃったな。喋りたかったけど。一緒にどっか行かない？誘おうかな。誘って終わろうかな。あ、ごめん。ごめんね。でもパパの顔見たいな。パパの顔が見たい。どこ行くの？いってらっしゃい。なんで酒場行くんだろう。カレンダー。明日の予定はないんだね。オッケー。2日誰誕生日だっけ？あ、プルルだっけ？そうか。おんちゃん 6？ 違う。もしかしてレズリーさん？ちょっと待って。あんなのあったっけと思って今。ちょっと待って、押せない。どれ？家族。レズリー。あ、2日だ！レズリーさんの誕生日だ！そうなんだ。急に誕生日の枠が増えるからびっくりしちゃった。プルルは違うね。プルルラウルは、そうだ、6日だよね。びっくりしちゃった。いっぱい来た。あ、釣りの穴場？行ってみてね。ご飯食べよっか。食べに行って終わろうじゃん。オロロちゃん嫌だって言ったし。いや、なんか親友もいい感じでね、すごく仲良くなってきて楽しくなってきましたね。いや、このお城の絵がいいね。バッグがすごいね。クオリティ高いよね、この何アニメーションというか、このもう絵が綺麗すぎますね、イルネ王国。それなんかオルルドとかプルトとかのあのリアルな感じがすごい出てて、本当にリアルな感じでちょっと可愛くというか 3D になってていいですよね。あ、これいいね、このショット。こんな前面に出ないもんね、切れちゃうもんね、横が。いただきます。広いな、酒場も。あ、いつも賑わってるねって言いながら、このムービーの時は誰もいなくなるっていうね、そこが面白いですよね。
さ、そろそろ帰ろうって。そう、リーアンってさ、子供いたっけ？リーアンの子供チェックしてなかった気がする。ちょっとイケメンだったらさ、ちょっと話す。詳しく。家系図。お？なんて名前？イケメンじゃないこれ。プロスペルガッティ。プロスペルガッティ。2日？あれ？じゃあプルルと同級生ってこと？男の子。そうだね。プルルと同級生になる。ちょっと結婚してほしいな。サラちゃん可愛かったもんね。サラちゃんで、あ、リーアンの髪の毛で、色が何？あ、リーアン系か。リーアンより薄い感じ？いや、でも楽しみだね。そっかそっか。世間話にしよう。お疲れ様でした。あ、ミッション聞けるんだ。なになに？ハザーはね、足りないからあげれない。では皆様、ご視聴ありがとうございました。だね。エルニアも頑張っていきます。インテリアがね、増えてきたんでね。あ、今、リノ君、本当に酒場に来てたね。インテリアもちょっと頑張っていろいろ勉強してやっていこうと思います。ありがとうございました。バイバーイ。